皆さんこんにちは、かりんです。今日はですね、大変お待たせいたしました。購入品のご紹介をしたいと思います。最後まで見ていただけたら嬉しいです。淡いベージュなんだけど、これね、近くで見ると糸がね、いろんな色になってるんですよ。一色だけじゃなくて、結構何色か入り混じった感じのものになってます。こんな感じで手はね、キュッとなってるので、ポワンとした袖になってて、これ可愛いんですよ、めちゃくちゃ。で、丈感はね、ショート丈、ショート丈ってほどでもないか、普通の丈か、ショートでもなかったちょっと短いかなと思って買ったんだけど、そうでもなかったね。これ着るとめっちゃ可愛いの、これ。はい、そして続いてはこちらのカーディガンです。ここがね、白、こっちがベージュカラーになっていて、襟元もベージュと白で分かれた感じになってます。で、ボタンはね、こんな感じでゴールドのボタンがついてるんだけど、これは本当に一個一個ちゃんとしたこういうボタンです。ちょっとこのボタンの感じがすぐに取れちゃいそうな感じはあるんですけど、まあ大丈夫かな今少し羽織ってみました。まあこのままでも可愛いよね。全然このままでも可愛いよ。生地感はすっごいもっちりしてるの。これなんていう生地かな、こういう生地あるんですよね、多いと思う最近。これ可愛かったです。お値段はね、さっきと同じく1969円でした。レースアップの靴になってるんですけど、近くで見るとこんな感じです。可愛くないですか。これもヒールはね、高くないので歩きやすいかなと思います。こんな感じになってます。中がね、これすっごいクッションなの。もっちもちのクッションで、長時間歩いても多分足疲れないだろうな、疲れにくいだろうなって思うぐらいのクッションが中に入ってます。これね、結構可愛いんだよね。前がこういう風なレースになってて、めっちゃ可愛いじゃんこれ。はい、これ買いました。これね、あったかいんですよ。中綿が入っていて、すごくもちもちしてて、分厚めのマフラーで、裏が裏肝で毛が入ってます、全部に。なのですごくあったかいです。そして続いては、じゃん、無印です。無印でね、靴下を3足購入しました。はい、この3足ね、これ選べる靴下みたいな、なんか選べる靴下っていうんだけど、レギュラー丈の、足なり直角リブ編みっていうもので、チャコールグレーと黒とオフホワイト、オフ白って書いてる白を購入しました。やっぱベーシックな色が何にでも合わせやすいかなと思って、この3色にしたんですけど、私持ってるのは結構柄が入っていたりとか、ゴールドとか、あとネイビーとかベージュとか、そういうのも多かったので、ちゃんとしたこういうね、普通の色合い持ってなかったので買いました。ヒートテックとヒートテックレギンスです。ヒートテックは、バレーネックの8分丈を購入しました。襟ぐりがかなりこうグリーンって開いてるやつね、あれにしました。で、もう一つ買ったものがこれで、ヒートテックレギンスなんですけど、普通のヒートテックレギンスの10分丈のものを買いました。で、これは何に使うかというと、まあ、普段のお洋服に合わせてもいいんですけど、私は部屋着として購入しました。もう一つのカラーはこちらになります。さっき の、 バレーネックの茶色と同じカラーなんだけど、こんな感じです。はい、そして続いてはこちらです。ルーリーズファームで購入しました。これ何かというとね、ストールにもなるし、ちょっとこう肩にかけるような感じのものなんですけど、素材感はね、普通の毛布みたいなモコモコのものです。これもいろんな色がこう混じって、ただの茶色だけじゃなくて白とかが混じってます。これはマフラーにしても可愛いし、こんな感じで肩にかけるとポケットがついてます。2箇所、こことこっちに、両方にポンチョみたいな感じかな。こんな感じで羽織っても可愛いですし、まあ、ウエストマークして本当に服みたいな、お洋服として着ることも可能です。下にはフリンジがついてます。はい、こんな感じです。ちょっとね、今カメラが近いから分かんないんだけど、あんまりこんな感じで着ると可愛いです。あったかいしね、しかも、はい、そう、これアメリカンホリックで買ったんだけど、セールで買いました。1490円ぐらいだったんですけど、普通のニットなんだけど、ちょっと長めなんだよね、これ丈が、丈が長いんだけど、サイドにスリットが入っていて、こんな感じのものを買いました。
これも結構可愛いの。普通にシンプルなんだけど、なんとなく可愛いからホワイトを購入しました。で、アメホリではもう一つ買いました。こちらの黄色のニットです。これインスタグラムに多分アップしてたと思うんですけど、イエローのニットを買いました。あまりカラーものをね、買うのは私すごい珍しいんですけれども、これもノーマルのニットなんですが、ウォッシャブルニットです。両方とも洗濯機でね、そのままジャブジャブ洗えるよっていうニットなんだけど、これも少し形が違うだけでちょっと長めの丈になってるんですけど、イエローのニット可愛いんです、これ。はい、とりあえず一旦大人の服はもう多分まずまず終了してると思うので、はい、ここで大人の服は終了で、次からは子供の購入品になります。